機動警察、パトレーバー機動警察、パトレーバーの登場メカ機動警察、パトレーバーの登場メカでは、アニメ、漫画、ゲーム、機動警察、パトレーバーに登場する架空のメカである、レーバー、車両、航空機などの各機について、詳細に説明する。文中の登場作品名の詳細は、以下の通り。文中の略称企業名の詳細は、以下の通り。 文中の装甲材質名の詳細は以下の通り、警視庁警備部特車二課所属の警察用レーバーである。劇中では95式とのみ故障されるが民間作業用からの改装レーバーであることから、ここでは便宜上95式とした。一般的には後継の96式改めに習い、95式改めの名称で呼ばれることも多い。 原型となったレーバーは1995年のモデルで愛称はゴリラ。漫画版における初代パトレーバー。第一小隊で最初に採用された車両であるが、冒頭の時点ですでにかなりの旧式であり、ヘラクレス21やクラブマンハイレックなどの新鋭、レーバーの強力なパワーには対応しきれず、歯が立たない状況が続いていた。ただし、 旧式ながら5本指のマニピュレーターを持ち、警棒などのオプションを使用することも一応可能である。両腕には旧 o v a 版の98式と同デザインのシールドが装備されている。第1巻の早稲田の警察予備校には同じ車両をベースにした教習用のレーバーがある。警視庁警備部特車2カ所属の警察用レーバーである。 漫画版において第1小隊に2番目に配備された車両である。総数は3機。第1巻で甚大な損傷を受けた95式に代わり、第2巻より登場。1号機には伊沢巡査部長、2号機には小賀巡査が登場した。十五式とは外観にいくつかの細かい際はあるものの、基本的には、 同系列機のマイナーチェンジ版らしく、抜本的な進歩があるわけではない模様。腕部に収納式の電撃端子を装備している点が特徴。QOVA 版、および TBE 版に登場する、アスカとは外観こそ異なるが、ほぼ同様の役割に相当する。怪物、廃棄物13号と格闘を繰り広げたり、第6巻にて無傷で帰ってくるシーンがあったり、第13話の芝茂尾の、 96式の性能じゃ手に余る事件が増えているというセリフからアニメ版のアスカと違い結構長い間良い働きをした様子である。第14巻にて AVS-98 へ機種変更され退役したがオーバーホールされた後どこかで使用されることが決定していた模様。篠原重工所沢工場製造警視庁警備部特車二カ所属の警察用レーバーで ある。旧 o v a 版、TV 版に登場。原型車両は、篠原重工所沢工場製であるが、MPL 型への改修は、八王子工場が担当した。篠原重工が10月に発売した、アスカ 95SSL 対象を、警察用に仕様変更した機体。特車二課が新設された際に、とりあえず、といった形で納入された。性能は、 通常の SSL 型とほとんど同じで走行が強化された代わりに警戒さが失われている。基本的には前年に発売されたもののバランサーの不備でわずか6ヶ月で販売停止となったアスカ95と性能面で変わりない。配備された時点ですでに違法改造された犯罪者のレーバーには立ち打ちできない状態だった。押し守るが パトレーバーの主役機の方向性として当初提示した案が元となっている。しかしながら、押し入の参加時点ですでにイングラムのデザインはほぼ固まった状態であり、押し入が折れる形で、伊豆淵案のイングラムに譲ることとなったが、押し入の描いたラフがをリファインする形で、旧型機として本編に登場することとなった。武骨でずんぐりとしたキャラクター性は本編でもそのまま生かされている。 結果として、脇役として、スタイリッシュな新機のイングラムと対比させることで、レーバーの世界観を広げることに一役買う存在となった。なお、形式番号の MPL とは、モバイルポリスレーバーもしくは、メトロポリタンポリスレーバーの略である。学べ重厚製造、警視庁警備部特赦二カ所属の警察用レーバーで、ある。TB 版に登場。大出力。 重装甲で高い評価を得た MPL-97 サーペントを現場の声を組み上げて装甲、操縦系を中心に改良された機体。レーバー業界では高発だった学ベ重工だったが特車二課で使用されることによる宣伝効果を期待し、次期 MPL として廉価で提供された。専用の大型シールドと頭部フェースプレートを装備し、 グレー系のカラーリングと合わせて、軌道単位を思わせる威圧的な外観をしている。AV-98 同様に、人間形態で、配置当初は最先端のレーバーであったが、わずか1年遅れで実用化されたイングラムと、比較すると様々な面で劣っている。特に、イングラムが、指先の駆動方式にリニアアアクチュエーターを使用し、人間に、 可能な動きの大部分を行えるとされているのに対し、パイソンの指部は、ワイヤー制御であり、握る開くといった大雑把な動作しか行うことができないとされる。学べ重工の製品は、設定資料の記述を含めても、本機を含む MPL-97 シリーズのみで、ある。劇中では、特殊二課第一小隊に配備され、一号機には、ゴミ、岡津とむ巡査部長、二号機には、 有機巡査が登場した。ゴミ級巡査部長はこの機体で、格上のヘラクレス21に勝利した。t b 版においては、初の警察変容レーバーというキャプションは、AV-98 ではなく、こちらに与えられている。SRX-70、AVS-98 と、たびたび機種変更が検討されながらも使用され、続けていたが、2000年2月、 AV-0 ピースメーカーの導入をもって、退役した。本作の主役機とそのバリエーションはここに含まれる。セホ製造、トヨハタオートが販売の警察用試作レーバーである。TB 版に登場。パイソン退役の方針に伴い、第一招待の次期パトレーバーとして、レーバー業界では、新山のトヨハタオートから破格の好条件で提案された機体。 しかし機体開発からの実質的な黒幕であるセホの狙いが本機の警察運用を通して得た実践データを軍需産業に流用することであると発覚。これに反発したナグモ警部補の起点により本機の導入案は取りやめとなる。その後は民間警備用向けに回収され SR-70 として市場にリリースされる。デモンストレータらしく 白地にブルーの目を引く塗装が施されたイングラム同様のスマートなスタイルとおよそ警察用とは言い難い重武装を持った機体である。オートカノンは首の右サイドに格納され跳ね上げ式にすり出す。本機に登場したゴミカし巡査部長はパイソンに乗っていた自分とイングラムのパイロットとでは見える世界が違っていたことを知って嫉妬を覚えたと本機の性能を称賛している。 神奈川県警交通機動隊所属の交通管制用レーバーである。正式名称は99式送輪、レーバー。劇場版2に登場。神奈川県警交通機動隊内に設立されたレーバー隊にて採用されたパトレーバー。作業用のマジックハンドと足先に8つのタイヤを持つ。レーバーといっても、その名の通り送輪タイプの車両であって、 移動手段は歩行でなく、車輪による走行である。高速移動モードでは、近未来的なパトカーゼンとしたスタイルに変形する。ドライバーと指揮官の2名が、搭乗可能な複雑式の胴体は、伸縮式の脚部によって支えられており、これを引き伸ばすことによって、渋滞時の一般通行車両をまたぐことで、それらを障害とすることなく速やかに移動することが、できる。 車体後部にエンジンを備えているが、これは発電用のものである。警視庁及び神奈川県警などで使用されるレーバーである。交通事故や各種の道路上におけるアクシデントに対応し、各所に設置されたワイヤー式クレーンやマグネットクレーンを駆使することで、主に格座したレーバーや一般車両の撤去作業に用いられる。ロードランナーと同様に足先に8つのタイヤを持つ、 送輪タイプのレーバーで移動も歩行ではなく一般車道の通行をメインとしている。やはり伸縮式の脚部によって周辺の一般車両をまたぎ、渋滞時にも速やかに移動することができる。レーバーというよりは道路作業用車両前とした姿となっている。劇場版2では2002年の段階でロードランナーと共に神奈川県警交通機動隊に 配備されているのが確認できるが、時間軸上で、それより遡る2000年が、舞台の劇場版3にも警視庁に配備のものが登場している。ロンドン警視庁で使用されるレーバーである、月刊ホビージャパン1992年4月号に登場。ロンドン警視庁を中心として発足した隊。 レーバー犯罪用の機動警察隊、ビショップで運用された英国製パトレーバー。自国で開発、量産化を成功させたレーバーで50体ほど生産された。もともとイギリスは国内レーバー産業に消極的だったこともあり、ビショップの発足は2000年と他国に対し遅れを取る形となった。一般的なレーバーと比較して一回りほど小さく、 遠隔操作による無人起動が可能であるのが最大の特徴だが反面機動性に劣り、やがては日本との技術提携による新型の機体へと機種変更が行われた。全体的に i t c 風のデザインでまとめられている。篠原重工八王子工場製造の実験用試作レーバーである漫画版に登場。AVR の R はリファレンスの R で、 ホスの拡張機能である、ホスサテライトアプリケーブルドライバー。また、シートには高級品が使用されており、居住性も向上している。デザインが例式に準じた形になっているが、パトライト類の有無以外に、頭部のデザインも額のセンサーに、透明のカバーが付いている。カメラ内部の構造が例式は、レーザースキャナーによる単眼方式なのに対し、AVR-0 は、 中央のカメラの左右に小型カメラが上下に並ぶ護眼方式になっているなど細部が異なっている。篠原重工八王子工場製造、警視庁警備部特赦二課に納入が予定されていた純警察用試作レーバーである。劇場版1に登場。AV 計画におけるイングラムの後継機種としてハードソフトともに根本的な見直しを経て開発された。 時代 OS であるホスの使用前提として開発されたため、各武動作の大幅な効率化が図られ、格闘戦において楽々とレーバーを破壊できる高い能力を持つ。他のレーバーを片手で軽々と持ち上げることのできる機重力と負荷性能を持ち、膝でレーバーを粉砕する頑強さも持つ。またこれは同時に、篠原重工のオートバランサーの水準の高さの立証ともなる。 劇中では掴かみかかった AV-98 を片手で軽々抱え上げ、左腕をもぎ取るといった動作を見ると、反応、対応速度も大幅に向上しているのがわかる。登場方式も他のレーバーと異なり、コクピットの強度面を考慮し、開閉部を最小限に抑え、シートが下方にスライドするようになっている。また、マニピュレーターにも改良が加えられ、 本来繊細に取り扱うべきマニピュレーター自体をあえて武器とするという抜き手という空手を応用した技を使用可能。これは従来イングラムにおいてリボルバーカノンの射出、格納に主に用いられていたアーム伸縮機能を格闘戦に転用したものである。マニピュレーターの機構自体はほぼ同様のものだが、この例式ではマニピュレーター自体の強度を大幅に増し、 さらに指先を先鋭化させることで本格的な格闘武器とした。ノンオプション状態でも強大な攻撃力が備わっており、レーバーを安や々すやすと貫通し本機の代名詞的なアクションともなっている。劇中では使用されることはなかったが、設定上はスタンスティックなどの格オプションを自在に扱うことも可能だったようである。また、開閉式の頭部には、 軍事技術を改良したレーザースキャナーを装備し、各種センサー類も格段の強化が施されている。本機は運用にあたっての実践データのフィードバックを期待した篠原重工の思惑もあり、準警察用レーバーとの位置づけながら明らかなオーバースペックを有し、その開発投資費は98式などの従来のレーバーと比較にならない。第1招待に導入が内定しているが、 ニューヨーク市警察には、一足先に1999年5月より3機が納入され試験運用が開始されており、うち2機が稼働していた。柴茂雄は、その関連で一時的に、米国へ派遣されていた。クラット仕様のイングラムと同様のブルーとホワイトの、ツートンカラーで塗装されていたと思われる。しかし、口実するホスを原因とする一連の暴走事件を受け、 三期とも回収され、日本にて全面回収を受けることとなった。ちなみに霊式の名称は、劇中では、ゼロ式ではなく、霊式読みされているが、設定画やゲーム等では、ゼロ式という記載が確認できる。篠原重工八王子工場製造、警視庁警備部特車日課所属の、準警察用霊バーである。t v 版、新 OVA 版に登場。 パラレル関係にある各作品の AVX0、AVR-0、そして AVX0 からにを経て、ついに完成した正式タイプである真の0、AV-98 の後継機種。試験運用は1999年9月から行われ、2000年2月より警視庁に配備され、特車2課第1小隊に3機が配備された。 イングラム以上に予算を度外視した機体で、センサー類、格闘性能など、どれをとっても、イングラムを凌駕するスペックを持つ。一方で、威圧的だった試作機の外観から印象を和らげるために、イングラムのフォルムに近づけるべく、リファインが行われている。イングラムと同規格のリボルバーカノンや、スタンスティック、専用シールドを標準装備している。 マニピュレーターは霊式同様の抜き手が使用できる。歩く特許と呼ばれるほどに最新技術を随所に使用し人間の神経を模したニューロンネットワークシステムを搭載している。ゴミ、岡務巡査部長、有機巡査たち第一招待隊員によってシステムは人間が注意しなくても機体が自動的に周囲の障害物を避けて損害を最低限に抑えるように成長したが その反面、レーバーの行動自体を少なからず制限することになり、それを敵に利用されると、ニューロンネットワークシステムが稼働中のレバーは、行動さえできなくなる、ある意味、諸刃の剣でもある。漫画版の AVR-0 のホスサットと、得られるメリットは似ているが、ニューロンネットワークシステムは、ピースメーカー本体のみで完結しているシステムであり、より完成に近づいていると言える。 本お及び AVR-0 は一見扱いやすくなっているものの100%パイロットの操縦下に置かれず時には制御がままならないレーバーという役割が与えられているパイロットの血と汗で経験値を蓄積してきたイングラムとの対比構造を描くことで技術の進歩が必ずしも人間の努力と根性に勝るものではないというテクノロジーへの アンチテーゼの象徴として、物語に登場する。なお、ピースメーカーではなく、ピースメーカーが正しい表記である。また、劇中では、正式名称、ピースメーカーが決定した後も、ゼロと呼称されるシーンがある。篠原重工八王子工場製造、警視庁警備部特赦日課所属の、準警察用レーバーである。劇場版にに登場。 2001年秋の特車日火災編時に配備された新鋭機。第1、第2小隊に3機ずつ、計6機が配備された。この機の教習用として、レーアという姉妹機体が存在する。コクピットは、イングラムエコノミー方式に近く、クリアキャノピー越しの視界が確保され、内部スペースの広さも、イングラムよりは、幾分改善が見られる。ただしエコノミー、スタンダードとは異なり。 上校は基本的にハイブハッチから行う。この機構は前面の走行強度を維持できることからブロッケンなど軍用レーバーにも多く採用されている。胸部に収納式スピーカー、両肩には収納式パトライトを装備。フェース部分はイングラムの標準仕様に順次対象となっているがバイザー機構は省略されている模様。また、 イングラムでは比較的破損率の高かったブレードアンテナが頭部から肩に移動しているためヘルメット部分は突起物のないシンプルな外観となっている。武装はイングラム、ピースメーカーなどと同じものを使用できる。リボルバーカノンの収納位置はピースメーカー同様左胸にある。この他に右腕に専用のナックルガードを取り付けることができる。 劇中での活躍シーンは特になく、スペック面での詳細も不明。PC-9801 番ゲームソフト、パトレーバーオペレーション東京米に登場。警視庁警備部特殊2課所属の準警察用レーバーである。イングラムやピースメーカーに連なる AV 計画の新機。特殊2課第3小隊の発足と同時に配備された。現時点でメディア上で発表された。 最後発のパトレーバーである。それまでの AV シリーズの丸みを帯びたデザインとは違い、非常に直線的なデザインを特徴とする。バリアントでコックピットへの登場方法が背部からに見直されたが、本機は再び全部からの登場となった。剣部のパトランプは元来の赤ではなく、赤と青の2色が配されたものに変更された。 騎士インダストリー製造陸上自衛隊所属の軍用レーバーである。97式装甲戦闘レーバー。QOVA 版に登場。陸上自衛隊第1号として採用された国産初の軍用レーバー。戦車及び攻撃ヘリコプターとの共同作戦を想定して開発されている。火類の装備が豊富で、大地。 対空戦ともそこそこの攻撃力だが、性能的には中途半端さが拭えず、特に格闘戦能力は極めて低い。黎明機の戦闘用レーバーということもあってか、戦車や攻撃ヘリコプターを参考に設計されたため、パイロットとガンナーの2名が登場する複座式の累積型クリアキャノピー付きコックピットとなっている。そのために全面投影面積も大きくなってしまい。 現行の2脚戦闘レーバーでは最大級の機体サイズとなっており、敵からの非発見率、被弾率が高くなってしまっている。また、航空機よりはるかに速度が劣るにもかかわらず、コクピットが走行化されていないため、被弾時の搭乗員の生産性の面でも問題があり、現場での評判はあまり良くない。短座型に改装したサムソンやアビオニクスを強化したハンニバルなど、 数々の改良、発展型が存在している。騎士インダストリー製造、陸上自衛隊所属の軍用レーバーである。97式改め、漫画版に登場。AL-97 の発展改良型。重火器の豊富さはそのままに、外装を強化し、キャノピーによる直接視認型であったコックピットにも、走行を施しモニター式の完全密閉式とした。 書機管制を一部コンピューターの管理下に置いているため一人でも操縦が可能である。改良により、被弾率の低下、小型化、機動性の向上に成功している。漫画版で登場した時はすでに旧式化しつつあったが、一部の操縦士の間では、出実合検査がいいという評価もあり、問題の多かったアトラスから順当に改良発展され、軍用レーバーとしては、 それなりの完成度に達していたようである。コクピットが試験的に短座式に改装された機体も存在する。ヒシーインダストリー製造陸上自衛隊所属の軍用レーバーである。97式改めレーバー。テレビシリーズ劇場版2、劇場版3に登場。AL-97B の全面回収型。走行形状が著しく変化しており。 機体中心線上にあったコックピットが機体左側に移設され複座式から単座式へと変更された。センサーブロックを含めたアビオニクスモジュールの追加により情報処理能力も向上している。操縦士のコックピットからの視界は新たに採用された間接視認システムに依存しており、操縦士の首の動きと連動して作動する外部の可動式センサーによって 外の景色を操縦士のヘッドギアにあるモニターにダイレクトに伝える。陸上自衛隊所属の軍用レーバーである。劇場版2に登場。レーバー部隊の指揮系統統括のために開発された陸上自衛隊の六脚型レーバー。後方からの指揮、統括任務を目的に機動力重視の設計がなされているため、武装は必要最低限のものとなっている。通常歩行のほか 脚部の車輪を使用しての走行も可能である。コックピットは副座式で、乗員は操縦者と指揮官剣ガン,ンナーの二人。本編に登場したのは白くペイントされた PKO 部隊仕様の機体のみで、東南アジア王国にて派遣中に、反政府軍により撃破された。篠原重工八王子工場製造の軍用試作レーバーである。QOVA 版に登場。 R-99B のプロトタイプで、イングラムのフレームを流用している。山崎巡査が登場しようとした際、コックピットに収まらなかったためモニター類を配して、キャノピー式にした機体も存在する。デザイン的にもヘルダイバーとは異なり、機体も一回り大きい。篠原重工八王子工場製造、陸上自衛隊機械拓空転手団所属の軍用、レーバーである。 AL-97 アトラス並びに AL-97B サムソンに代わり陸上自衛隊機械化空挺師団に配備されたレイバー。正式名称は99式空挺レイバーだが作中では空挺レイバーやヘルダイバーと呼ばれることが多い。なお t b 四4 5話で登場した操縦マニュアルの表紙には篠原99式 AV と書かれていた。 カキ類に関しては、仙台機種に及ばないものの、機動性、汎用性に富み、格闘性能力が目覚ましく改善されている。イングラムの軽視調査用と同時に開発が開始されたため、同期の開発で確立された技術を多数使用している。基本フレームは、イングラムと同じだが、高火用などの補助動力追加。 着地時の衝撃に耐えるため強化型ショックアブソーバーが使用されるなど、脚部を中心に改良が施されているために一回り大きくなっている。頭部にカメラ保護用のバイザー、脚部には効果速度を軽減するダイブブレーキ装備されている。輸送時には剣部を折りたたむことが可能。コックピットは密閉式だが、イングラム同様首下のハッチから搭乗者が直接、 死人することもできる。武装は99式自動砲をはじめとし、コンバットナイフや対戦車、ミサイルランチャーなど、多数のオプションを装備可能。リアクティブアーマージャケットの試作も進んでいた。極地制圧などに使用され、航空自衛隊に所属する専用の C-4、4輸送機に格納、パラシュート及び、胴体前後に減速用ロケットブースターを装着し、降下して、 奇襲をかけることが可能で、野戦時にはカモフラージュ用のステルスネットを使用する。実際の第一空挺団と同じく、奈良市の中屯地に配備された。劇場版1と t v 版では色指定が異なり、オプション装備としてコンバットナイフが追加されたのみで、形状的な異はない。t v 版での正体長期は、バイザー、コクピットなどが本体色と違う色で塗り分けされていた。 TV 版では11話で初登場し、ナイフによる格闘でタイプマイナス7プロッケンを即座に激破するが、30話ではグリフォンにフワ気が消破されている。45話では総合火力演習で空挺効果と射撃を披露。終了後に不和の計らいでノアケが試乗し、ゴツゴツした感触はあるものの、思ったより扱いやすく。 動きが軽いと操作の感想を述べているなど出番が多い。劇場版1では、富士の演習場に空挺降下し、対戦車ヘリや空挺隊員と連携して暴走した HAL-X10 を捕獲するシーンがオープニングで描かれた。漫画版では、サムソンとの模擬戦で圧勝を収めるものの、フワニーや防衛庁の担当技官は、 小笠原の黒いやつ以上の性能を追求するあまり、ヘルダイバーの性能に対する不安を伺わせている。ハード面では、イングラムの延長上にあることが明確となっているが、ソフト面で本機がイングラム同様の OS だったかは不明である。t b 版45話では、ノアケは難なく操縦している。またノアケが渡された操縦マニュアルは、A4 程度の薄い冊子であった。 劇場版3においてはレーバーによる射撃などの動作に関しては自衛隊よりも特殊2課にアドバンテージがあるといった判断が下されている。劇場版2の初期プロットでは反乱軍鎮圧のために投入された機体がジャミングにより降下中に大混乱を起こすというシーンがあった。同小節版ではその名称と存在のみが語られている。また劇中終盤で イングラムが装着するリアクティブアーマージャケットはもともとは本機のために篠原重工で試作が進められていたことが明らかとなっている。汎用性に優れているため様々なバリエーションが存在する。シ士インダストリー、篠原重工が共同開発した軍用試作レーバーである。対戦車及び対レーバー戦を目的に試作された重装レーバー。 戦車の火力と走行に、レーバーの機動性と汎用性を合わせ持ち、前面右側に大口径端方針のガンランチャーを備えた突撃砲型の車体に、クラブマンに似た四つ足を備える。イングラムを前後に2機並べたほどのボリュームがある、大型機だが、最大水力25トンのホバーユニットを機体後部に装備し、高速移動や大ジャンプも可能。脚部に、 路上走行用の車輪も収納されている。試作機のため、センサーユニットにはタイプ X 0の原型となるレーザースキャナーを搭載し、外部形状は R-99B のものが流用されているが、カメラは双眼式。センサーユニット基部が上院用ハッチになっている。TEB 版では将来的に無人で稼働することを前提に人工知能を搭載した機体であったが、 プログラムの不具合でコントロールを離れ暴走する。無人機であるにもかかわらず、多数の97式や戦闘ヘリを次々撃破する圧倒的戦闘力で追撃を振り切って演習場外へ脱出するが、連戦で弾薬が尽きたところを見計らった第二、小隊により、イングラムに気がかりでどうにか抑え込んだところに、アスマがコクピット内へ突入してシステムを停止させた。 射撃戦のみならず、ジャンプから前足の一撃で97式を破壊する格闘戦も披露している。劇場版1では、ホバー起動時の空気抵抗を見るため風洞実験を行っていた際に搭載していた o s ホスに意図的に仕掛けられていた暴走プログラムが発動してしまい、暴走、ヘルハウンドの対戦車ミサイルによって、 ホバーユニットが損傷した後それを切り離して、なおも暴走を続けたが、最後はワイヤートラップに引っかかって身動きが取れなくなったところを空艇隊員やヘルダイバーによって文字通り蜂の巣にされ機能停止した。経緯は違うものの TB 版、劇場版1ともに暴走を起こす典型的な敵役の機体である。TB 版と劇場版1では機体のカラーリングが違っている。 漫画版にも同様の機体と思われるものが1カットのみ登場した。2003年10月に量産型1号機が完成。2005年度には陸上自衛隊正式配備予定。現段階ではあくまで試作機であるため、ハンニバルやヘルダイバーのようにペットネームは付いていないが、形式番号の HALX10 から春 X10 あるいは X10 と呼ばれることが多い。 ソビエト連邦レニングラード軍事アカデミー設計、クロンシュタット戦車交渉製造の軍用レーバーである。ソビエト地上軍の直気軍用レーバー。背面に燃料タンクを配置するなど、一見してソビエト軍の装甲戦闘車両の衣装をマージュした姿であり、事実、押井守も川森正春の表として、死の吐いた T-34 と揶揄している。 四足式のボディの上の旋回砲塔の他に、機体最上部に重心が伸縮する、ターレット式の 40mm 速射機関砲を装備している。火力で、従来の主力レーバーを20%上回っており、事実上東側最強のレーバーと言われている。坂田港に揚陸される際、環境テログループ、海の家の犬走りによって一機奪取され、さらにもう一機が亡命を図った。 KGB、高級昇降イ,イワノビッチイワノフスキーの手によって、軌道、犬走り登場機と激しい戦闘を繰り広げて、坂田港を炎上させた波形に輸送艦も、撃沈してしまう。その後、泉のイングラムと犬走り登場機が連携して、亡命昇降登場機を海に落として破壊、犬走りも直後に泉に拘束される。電送機器系が露出した際に、真空艦が見え、 イングラムの電磁警棒の電撃を受けて回路が漏電、破損してしまうという本末転倒の事態に陥っている。なお、ドシカは、NATO のコードネームで、本国の正式名ではないが、ここではよく使われる、ドシカを、記事名とした。通称のようなものとしては、他国軍事関係者からは、イワンと呼ばれるなどもしている。C 製造の軍用レーバーである。C が開発した軍用。 レーバー。ナトー諸国や西ドイツ国防軍が国境警備用に導入している。局面で構成された筋肉質を思わせる外観と重機を扱える曜日との手を模しつつ中指から薬指まで一体構造に簡略化した変形三本指のマニピュレーターが特徴。頭部装甲下のカメラユニットは休憩で三方にレンズがついた回転切り替え式。 TV 版では、ナ t o 諸国が共同開発した機体、漫画版では、西ドイツ製の西ドイツ軍用レーバーとして登場する。重武装、重装甲、大出力でイングラムを抑え込むほどのパワーを持つ。装甲の機密性が高いので水中でも作動が可能だが、運動性能は低下する。機体としての優秀さゆえ数多くの派生種が存在する。 デザインした結城正美によると、グリフォンが鉄人28号に登場したブラックオックスであるのに対し、こちらはそれ以前に鉄人と対決したバッカスがイメージされているとのこと。ブロッケン用のカキが作中で使用されることはなかったが、ドイツ軍で実際に使用されているカキをもとにデザイン、設定が施されており、漫画版で後藤が読んでいる軍事専門誌に写真が掲載されている。 劇場版以外のほぼすべての媒体に登場しており、漫画版では、企画な中の内海によって、データ回収を条件に過激派、地球防衛軍に提供され、TV 版でもファントムの広報支援に使われるなど、悪役としてのイメージが強い機体ではあるが、旧 o v a 版では、国際レーバー賞に出展するため赤いデモカラーに、塗装されたブロッケンがイングラムと共闘し、主役級の活躍を見せている。 C 製造の軍用レーバーである。ブロッケンの改良発展型といえる軍用レーバー。夜間戦闘能力が特化されており、ブロッケンに搭載され、効果が実証済みの高解度暗視カメラである LLLTV2 をバージョンアップさせたものが搭載されている。ブロッケンでは200時間以上訓練された乗員で、なければ機体の能力を100%発揮することは不可能だったため、 上員の不足に悩まされていた。が、HNCS を採用することによって、オートバランサー及びモーターの能力を120%引き出し、熟練した上員でなくとも、ブロックン並みのパワーと機動性を発揮することが可能となった。従来の駆動系をすべて一新し、SCLM の出力も125%まで向上されている。 腕部のマニピュレーターは、作業機並みの高い耐久性と人間並みの細かい動きを両立しており、対レーバー戦闘には十分すぎるほどの能力を有する。装甲には、ブロッケンにも採用された強化スチール複合装甲に、加え、胸部を中心にリアクティブアーマーを装着。これには、外観では判断できないほど薄い材質が使用されており、 従来のものに比べて吸収性が40%向上している。操作性及び居住性の向上も図られ、コクピットのサイズはブロッケンの約1.2倍となった。耐水性も良好で、専用下記も豊富である。NATO の要請により、2000年9月1日より初回30機の納品が予定されている。 セッホ土浦研究所製造の実験戦闘用試作レーバーである。通称黒いレーバー。他のレーバーとは比べ物にならない運動性能、パワーを持つセッホの企画な中が現在技術的に考えうる最高の性能を実現すべく莫大な研究開発費を注ぎ込んで土浦研究所で秘密裏に開発、製造したレーバー。結城正美によると 鉄人28号に登場したブラックオックスが元ネタだとのこと。元ネタを同じくする機動部東電 G ガンダムのマスターガンダム同様、漆黒の機体、二本の核というコンセプトが共通している。鉄人ではブラックオックス開発のためバッカスの戦闘データが使われているが、本作ではブロッケンがバッカス役を担っており、開発経緯も原点に即したものとなっている。 機動性、パワーなど、どれをとっても、イングラムを上回っており、劇中で何度も退治し、特殊二課を、しばしば窮地に追い込んだ。劇中では使用することがなかったが、オートマチック式拳銃の装備も存在する。さらに背部にオプションである、フライトユニット及びアクアユニットを装備することで、飛行能力、水中潜航能力を持つことができる。また、 飛行時に使用するブースターはフライト及びアクアユニットとは別部品として本体に組み込まれており新 OVA 版ではイングラムとの対戦で突撃時の加速用に使用している緊急時にはイジェクションシートにより搭乗者の脱出も可能であるまた緊急時には腕を爆発ボルトで切り離す機能も搭載されている当初から販売を目的として開発されていないため コストパフォーマンスを度外視し、規格外に高価で、高性能な部品を多く使用している。そのためこのような高性能な機体が出来上がった。車が傾くとまで言われた投資はクリフォンのみに着眼されがちだが、実際は、規格から製造、運搬までのすべての鉄道隠蔽工作まで含めてのことであり、機体自体の投資に限ったものではない。 かつて城南広大古柳研究室が開発した現行のレーバーシステムとは互換性のない幻のフォーマットであるアスラと呼ばれる超高効率 OS を搭載し、あたかも生物であるような滑らかな動作が可能。イングラムと同様に機体が経験を得ることで性能が向上するほか、搭乗者による操縦の癖が機体動作に反映される特性を持つ。FCS の搭載は、 作中では未章であり、AVS-98 より奪ったリボルバーカノンを使用し、至近距離で命中させるも、遠距離では外している。黒崎の弁によれば、照準の修正機能を有しているらしく、再度射撃を行えば命中させることが可能だったと、される。アスラは、OS と称されているが、その規模は、ハードウェアの一部を含むシステムとなっており、 機体の残骸を元に起こされた設計図面では、搭乗者の収まる胸郭部内のスペースが小さいと推測されている。警察に回収された機体の見分でも、搭乗員は女か子供と推測されている。アスラは専用のコントロールヘルメットを介して操縦者の網膜認証を行い、官能電流をピックアップすることで、モードセレクター等の制御に反映させている。 操縦者であるワドは登場後に副人への影響等の検査を受けており、操縦者へ身体的負担を生じる可能性があるようである。一方で、アスラはハードウェアの耐久性を無視したオーバーワークが開発当初から問題とされており、B システムと呼ばれるリミッターがなければ未完成の状態であるとされている。このため、通常時は設定された。 限界値の範囲でしか性能を発揮することができない。B システムを解除すれば機体性能が大幅に向上するが、長時間行動するとそれに比例したダメージが機体に蓄積される。予備を含めた複数体分のパーツが完成している模様で、イングラムと交戦し、結果的に東京湾に沈んだ最初の機体からアスラを回収するための捜索にグリフォンになる。 同型機が使用されている。この機体のウィジンでは、アスラが搭載されず、操縦席のコンソール類も仮のものが取り付けられて、ノーマルモードと称され、黒崎が登場した。グリフォン専属の技術スタッフ、イズナイト、コウノの,の2名は、それぞれメカデザイナーの伊豆淵豊と、川森正春がモデルになっている。セホ製タイプ J9 以前に、 同じく規格な中によって作られたレーバー。遠隔操作によって操作される、無人機で電子線の情報収集のために開発、運用された。レーバーとして初めてレーザー兵器を搭載しているほか、ドクロを思わせる頭部には広範囲に対するジャーミング、発生装置、胸部に目くらまし用の先行発生機、本来のコックピットの位置には付近のレーバーを、 操縦不能に陥れるほどの強力な大型 ECM 装置が搭載されている。東京テレポートを制圧し、第二小隊を相手にデータ収集に当たった後、自爆を偽装して逃走。後伊豆大島にて、再度の実験が試みられたが、イングラム3号機の援護により、致命的ダメージを受け破壊された。イングラムのリボルバーカノンを受け付けない強度の装甲を、持ち。 パワーも大きいが、全体的に重装備のため、動きが鈍く近接戦闘には不向きで、作戦行動時には、ブロッケンやサターンによる支援を要した。実験を主導した黒崎は、ファントムの敗北を受け、レーバー戦における格闘戦能力の重要性を再認識し、その経験は、グリフォンの開発にもフィードバックされた。セウサ製。アメリカ陸軍や、 海兵隊に正式採用された軍用レーバーだが民間へも販売しており TV 版では SSS も使用していた膝や足首の関節が半然としない中上の足が特徴星座のような硬着姿勢をとることが可能様々なバリエーションが開発されており強力な機体ではあるがグリフォンとの対決であっさり撃破されてしまう漫画版では 民間の警備会社が運用する機体も登場したが、こちらも企画な中が、陽動のために仕立てた改造テロレーバーに腕を引きちぎられてあっさり撃破されてしまっている。劇場版3でカットされてしまったシーンの絵コンテに登場している。シャフト製のレーバーということで、廃棄物13号を誘い込むための餌として登場し、13号に足を引きちぎられるという役割になる予定だった。 劇場版223機が登場。市街地での総統戦を想定して開発された。通常は優先コントロールでコントロールワイヤーが切断された場合には自律行動にて識別信号に反応しないものを無条件でそれぞれ攻撃するよう設計されている。今日すでに実用化されオートマトンと呼ばれている無人攻撃兵器の一種であるが、長望場の捜索レーダー。 20ミリ多重心機関砲、射程距離内の無差別相当機能といった特徴は、米海軍の関西近接防御下記 MK-15 ファランクスに告示する。厳密には、無人の移動砲台、あるいは、歩行式バルカンファランクスといった趣きである。劇中では、プログラムにより反自律的に行動するものを、基本的に、レーバーとは呼ばず、このイクストルも、 映像やノベライズ中ではあくまでロボットとされている。全周回転式の頭部には3連 20mm 機関砲にシンクロしたメインのレーザーセンサーの他に頭頂部に360度回転可能な収納式のサブセンサーや腹部にはメインのレーザーセンサーが 12.7mm 基準にシンクロしている場合に 20mm 機関砲にシンクロするサブセンサーも装備されている。 機体下部には、対人攻撃にも、使用可能な化学専用サンプル最終アーム。膝上部分には、姿勢制御用の火薬打ち出し式ダンパーといった他の、多脚レーバーに見られない、得意な機構も装備されている。招待支援用の重火器システムとして期待されていたが、大きさの割に火力が貧弱で異界にも制限が多く、優先誘導方式特有の運用性の悪さも、あって、 採用は見送られた。その個性的な姿から、劇中で、大谷、この火星野郎と罵られ、宮崎駿には、給水タンクみたいなロボットと呼ばれたほどだが、押井守は、脱作機という演出の意図通りの非合理的なデザインで、あったため、シリーズ中で唯一好きだったと語っている。イクストルレーバーとしてバンダイから、プラキットが発売されたが、 これは本機をレーバーと呼ぶなら否認型レーバーとして唯一である。アメリカ陸軍とセホの共同開発。PS 用ゲーム機動警察パトレーバーゲームエディションに登場。米国を膝元で m 5イブラハムの採用実績も持つセウサを差し置いてセホとアメリカ陸軍が都市制圧、戦域管理を目的に共同開発した軍用レーバーで HAL-X10 にも似た、重々しい四つ足型の機体。基本的に無人運用を前提としている点も HAL-X10 と類似で、そのために高度な電子装備と通信機器を搭載している。他に、機体側面両側に伸縮式のマニピュレーター、機体右側にオフセットされた 20mm 機関砲、上部に回転可能な 7.62mm 機銃を、 装備しているほか、家電粒子砲も搭載できる。セウサ製、漫画版に登場。セウサが開発した、戦闘用、レーバー。八脚歩行の大型機で、雲を連想させるような外見が特徴。また、脚部に装備されている車輪による走行も可能。上部に旋回砲塔を装備し、複数のオプションを持つ。小笠原の自衛隊演習地で、 サムソンを相手に行われた導入試験の際に、わずか2機の EX-13 が6機中5機のサムソンを撃破する成績を出したが、この導入試験の最中、乱入したグリフォンに破壊された。結局、採用に至ったかは不明である。スーパーファミコン版ゲームに登場。篠原重工に吸収合併された、沢見工業の社長令嬢である。 サワミスミカを中心とする秘密結社であるグスタフプロジェクトが開発した戦闘用レーバー。グスタフという名称はサワミ工業が開発した同名のフォーマットに由来するもので技術の大半はイングラムに注ぎ込まれたらしい。劇中でサワミスミカはイングラムとグスタフは偽兄弟のようなものと語っている。2001年8月27日 レインボーブリッジにて1号機船のイングラムと交戦、敗北後に自ら海に飛び込み水没し、操縦者の沢見隅かは静止不明となった。開発者の一人である三鷹によると脱出装置が不完全であるとのこと。ちなみに2号機の大田と戦った場合には、三鷹らの乗る車に乗り逃亡に成功しているが、その後の消息は不明。篠原重高生。 イングラムの試作機を流用して作られた教習用の機体。運動性能はイングラムを少し上回るものの、走行やセンサー系は簡略化されている。コックピットはオープントップな割に不釣り合いなほど大型のカメラが頭部に剥き出しになっている。レーバー隊員育成のため奥多摩の警察学校などに配備されている。PS 版ゲームにも登場。 漫画版においては市販されているレーバーの中で、イングラムに近い車種として、刑事ドラマの撮影で、バトレーバー役として使用されたこともある。イングラム譲りの5本指を備えた腕部は、重機のようなものなども扱えるほど器用だが、土木作業には向かないようで、単純な2本爪の腕部に取り替えた機体も登場した。新 OVA 第15話では、地球防衛組織クラットの、 宇宙ステーション SV-2 に配備されたスペースドーファンが登場。宇宙用のバーニアとシールド10を装備する。篠原重工製。QOVA 版に登場。こちらも AV-98T 同様、イングラムを転用した機体で訓練校に配備されている。プロトタイプイングラムの校で紹介している機体と基本的に同じもの。篠原重工製。 劇場版2に登場。バリアントの練習機。機体性能は不明。八王子の教習所で使用されている。コックピットはオープントップで背部から登場する。非ンラストリー製。両肩に消火液を噴射する装置があり、それにより消火作業を行う。マニピュレーターが鍵詰め状になっているため、土反能力も持つ。また、この機種に限らず消防用。 レーバー全般に言えることだが、火災現場での運用が前提となるため、吸気に頼らない、独自の冷却系統が装備されている。篠原重工生。消防庁に初めて採用された消防用レーバー。既存車両では不可能だった、不正地での消火が可能になった。篠原重工生。人命救助に特化したレーバー。人を傷つけない。 繊細なマニピュレーターによって救助活動を行うなど、イングラムの技術がフィードバックされている。C 性。タイプマイナス 5Q、2C と同時期に開発された民生機である。頭部がない局面主体のホルムが特徴で、ジオン軍の水陸両用モビルスーツを思わせる。マニピュレーターも爪状で、下記を使用する場合は、胴体右上に装着する。 軽快な運動性が売りで生産ラインの準備まで進められたものの営業側から社内競合は望ましくないとの意見があり一般の販売は中止された一本だけ残された生産ラインを使いシャフト系列の企業専用機として数十機が生産配備されている漫画版では主に SSS が使用機動戦士ガンダムの黒い三連製の得意 ジェットストリームアタックを真似て使用するが、グリフォンの敵ではなかった。アニメ版では、SSS 所属機の役はエイブラハムに奪われたが、黒崎が、HSS 所属機としてサターンと共に、大島における、自衛隊体験入隊に持参。レーバー用、アサルトライフル相当の大型砲を装備した、武装形態を披露している。演習にて、陸時97式に、高所から飛びかかって、 組打ちに持ち込む運動性を披露したが、対戦中にファントムが乱入。偽装工作のため陸時期もろともに破壊された姿で新聞記事に載ることとなった。セホセ第一招待での採用が見送りになった SRX-70 の一般向け回収機。採用手警備会社 1SS に20機が納入された。外装が若干変更され、特に SRX-70 では、胴鎧のようにフラットだった背面が、セガンのトランクのようにせり出した形状になっているのが特徴。また、トヨハタの OEM の体裁は通しているものの、背中にははっきりとシャフトの車名が入っている。カラーリングも HSS の車両と揃いのダークブルーと、黒に変更され、警備員風かつ悪役前となった。試作機の重武装ぶりは健在で、 民間警備用としては、必要ないほどの装備を持つが、さすがに 42mm オートカノンはオプションで、通常は装備していない。劇中では主に企画7中の工作で使用された。大島では、ファントムと対決した2号機の頭部をオートカノンで吹き飛ばし、さらに加工脇で、ファントムと対峙する1号機を狙撃しようとするが、割って入った、アスマの乗る3号機に、あっさり戦闘不能にされた。 内海が来日した際のイングラムの性能の下見のために仕込んだ対決では2号機を相手に前線している。新 OVA では犯罪者が使用したグレー系の塗色の機体が登場。2号機をカウンターパンチでダウンを奪い、時期の身長よりも高所から飛び降りてみせ、ナイフ投げのゲートを披露する、と、イングラムといえども油断ならない敵として描写されている。C 生。 施設内警備を使用を目的とするため、休憩車輪で高速移動可能な4脚の機体を持ち、垂直の壁をも、自在に昇降できる機能も有する無人、小型レーバー。その運用方法も、一般的なレーバーとは大きく異なり、大型施設のセキュリティシステムと一体化した、警備用端末ガードロボットといった方が正しい。多数が、施設内を巡回、警備し、 不審者を見つけると合成音声による警告の後、底部の電撃端子より電撃を放つ。劇場版1では箱舟において、漫画版では水中用、レーバーのメンテナンスベースにおいて多数が登場しているが、いつも壊されている。当初は人間の身長よりも少し大きいサイズのものとして、設定画工でもそのように描かれているが、本編では、 全高 1>, 1メートルにも満たないものとして登場している。PC-9801 番ゲームソフト、パトレーバーオペレーション東京米に登場。C 製。C が開発した最新 AK b をレーバー。グリフォンを彷彿とさせる形状と、大小4本ある腕が特徴。OS に幻のフォーマットと称される、アスラを採用することで、機動性。 戦闘能力ともに大幅に高まっており、そのスペックは従来のあらゆるレーバーを凌駕している。装備はスタンスティックのみであるが、レーバーを一撃で機能停止に追い込む強力な武器である。ただ、あくまでも警備用レーバーとして民間での使用を想定しているため、装甲が薄いという弱点を持つが、この点も優れた機動性を活かして、被弾率を下げることでカバーしている。 開発経緯は明確でないが、外形と超高性能、アスラの採用、開発元の C には、規格な中の残党が逃走していることと、多くの情報がグリフォンとの関連を示唆している。ヒシインダストリー製。どの作品媒体においても、標準的なレーバーとして登場している、重量級土木作業用、レーバー。ブルドーザーがそのまま2脚歩行し、 作業用の腕を持っているような、おおよそ人間型ロボットとは言い難いスタイル。パワーはあるが、動作は鈍い。欠陥期であった、アスカ95の翌年に、リリースされて記録的なセールスを達成。篠原に遅れて、レーバー業界に参入した、ひシーの地位を確固たるものとした。レーバーの駆動メカニズムは、イングラムでは、超伝導モータとされているが、本機は、損壊時に、 大量のオイルを吹き出す描写があり、油圧駆動ではないかと思われる節がある。非シインダストリー製。資料によっては、ブルドッグ H09 とも表記。タイラントなどと同様に劇中よく目にするレーバー。同社製の陸九97式にも似た、航空機技術を応用した涙的型クリアキャノピーのコックピットが特徴。篠原の大将に対抗し発売された。 豊富なオプションギアが用意されているのが売りで、マニピュレーターだけでも通常タイプ、精密作業、タイプ、リフティング用のカニ詰めタイプなど、複数のバリエーションが登場しており、工事作業現場のほか、空港内での荷物運搬用などにも使用されていた。足当たりまでなら浸水しないので、ノンオプションでも先進度の水中での作業が可能である。 さらに水密ハッチとエアタンクを装備すれば5メートルから10メートルの深度まで潜り作業することも可能。カヌキ花が巻き込まれたハイジャック事件では、ノアケが取扱説明書かてのぶっつけ本番で登場して犯人を捕獲している。イングラムとでは捜査系にそれなりの違いがあるようで、ノアケは力加減が難しいという割れを吐いていた。短編。 パトレーバーリブートでは脚部を違法改造されたカスタム機が登場。通常のブルドッグと一線を隠す機動性で1号機を翻弄した。ヒシインラストリー製。資料によっては、ヘラクレス H21 とも表記。重量級建設作業用、レーバー。タイラントやブルドッグよりは人間型に近く腕も器用になっている。また、コクピットも完全密閉式となっている。 HL-97 の後継機である。頭頂には、テレスコピック式、ペリスコープシュノーケル機構が組み込まれており、水中作業も、専用のレーバーとほぼ同等の性能を発揮する。キャッチフレーズは、燃える、男の汎用、レーバー。漫画版の前半では、設定が固まっていなかったのか、頭部の突起物がなくや,やフラットな印象に描かれる。非シインダストリー製。 ハイエンド機種。TV 版前半では国内に2機しか稼働していないとされる新鋭機。金魚鉢のようなカバーがついた三眼式の高性能センサーと常用のマニピュレーターに内蔵された精密作業用のマニピュレーターを持つ、緻密な作業に特化したレーバーである。篠原重工製。一般作業用レーバー。篠原重工に吸収合併された。 株式会社アスカ重機が開発した、買わずを思わせる頭部と細長い腕が特徴。オートバランサーに欠陥があり、翌年にマイナーチェンジ版であるアスカ96がリリースされたものの、ヒシーノタイラントにシェアを奪われることとなる。アスカ96は、走行等を強化した 96MPL として、OVA 版では序盤に退役したものの、パトレーバーとして採用されている。 記憶喪失に陥った太田が 96MPL の搭乗経験の賜物か、遭遇したレーバー事故で突さに乗り込んだ本機を苦もなく操縦して救助に臨んでいる。篠原重工製、整地作業用レーバー。腕強用の四脚構造。輸出用に TFV-97EX という足を大型化した派生機が存在する。足先には、 路上走行用の車輪を内蔵しており、かなりの高速を発揮でき、漫画版では行動の自走も認められている。また、放水銃を備えた消防用のクラブマンも存在する。一脚失っても残った三脚で自立し、なおかつ歩行できることから、後藤は、篠原のオートバランサーは一級品と称賛した。篠原重高生。整地作業用、レーバー。 クラブマンの輸出用上機種。前行抑制のため平常時は膝関節を曲げた状態となっているのが特徴。防水性、安定性が向上しており、本格的な水中作業が可能となった。漫画版では、中東で軍用機として採用されているとある。アスマイ枠、高橋ガニ。篠原重工製。山岳作業用、レーバー。 不正地での作業を目的としているため、クレームのブームのような細い三脚構造となっている。このキロボルト -98 は98年に登場したモデルチェンジ版であり、かつて令和ーー90に関わった製作者が手掛けた初代モデルキロボルト -93 に続く二代目のピッケル君である。新開発のオートバランサー機構を採用し、あらゆる地形において、 抜群の安定性を誇る。加えて、送輪タイプでもあるため、一般道路などを高速走行することも可能である。本来は登山用に装備されたロケット打ち出し式ハーケンは、狂気としても有効であったため、劇中ではテロリストが乗っていることが多く、悪役メカの印象が強い。漫画版では、本物のロケット弾発射装置と付け替えたものも登場した。 ゲームボーイソフト、狙われた街1999には、ピ・ケルプロとなる違法改造バージョンも登場した。篠原中高製機体長部のカエルの目を思わせるヘッドランプが特徴。イングラムの技術をフィードバックさせた機体だが、イングラムを製造した八王子工場に向こうを張って、所沢工場が放ったモデルである。視認性の高いコックピットも好評を博し、 篠原重工製品で最も売れている木である。陸上だけに限らず、浅い深度での水中作業も可能であり、劇場版3では備蓄基地に配備されているのが確認できる。TEB 版には、テロ組織、海の家の構成員で、元空艇レーバーパイロットの犬走りカズナオが使用したカスタム仕様も登場。外観を中心に多数の改造が施されていた。 QOVA 版、TB 版に登場。C 版、アスカ95とも言える2脚式、レーバーの第二世代機。日本にはまだ小水しか輸出されていないが、西欧では作業用の他に警備用としても使用されている。作業用でありながら、重装甲と強力なパワーを持ち、大規模開発や南地開発作業に威力を発揮する。警備用として使用されることも多い。 ボディの重心を低くしたため、大出力マニピュレーターの装備が可能となった。頭部のカメラアイはレールでブロックごと移動できるため、全天候型密閉式のコックピットでありながら180度以上の視界を確保できる。グラウベアで集積したデータをもとに、ブロック券が開発された。小説版、漫画版に登場。高層建築用のレイバー。 小説版の全高5.4メートルという記述以外、詳細な設定は不明。名前の由来であるハヌマーンの通り、足にもマニピュレーターが装備され、前腕が長いて長ザルのような外見をしている。圧倒的な俊敏さを持ち、漫画版ではジャンプしつつ AVS-98 の頭部をすれ違いさまに足でもぎ取るという離れ技を見せている。小説版に登場。 地下工事現場で使用されていたが、製造元、スペック等詳細は不明。挿絵では、横幅の広いずんぐりした体型で、ペリスコープのある、コックピット部より低い位置の胴体前面に、双眼式カメラを持つ頭部がついている、特徴的な姿をしている。S 機の規制、農作業用、レーバー。アタッチメントの付け替えにより、各種の作業に対応する。そのため土木用。 レーバーに比べて細かい作業に向いた、華奢なマニピュレーターをしている。脂インダストリー製。脂インダストリーが4脂グループの系列会社である、脂船舶の協力を得て開発した、水中作業用、レーバー。外装に、チタン合金を多用し、軽量化と、頑丈さを兼ね備えた、高級な機体で、海中での高周波溶接や切断。 ダイナマイトのセッティングなどの危険な作業に従事している。安全限界振動は70メートル。伸縮式のマニピュレーターの先端にはモニターがついており、安全かつ精度の高い作業が行うことができる。肩部に大型のエアタンクを装備している割には活動時間は短めであり、機動性も高くない。簡易変形によって、 水の抵抗を軽減することが可能である。漫画版では、海上保安庁に導入されており、乗り塩という愛称が付けられている。また、漫画版では、映像作品中にはないコックピット内部の描写があり、最低二人乗れる描写がされている。キシシュゲル工業相模原製作所が製造し、民間へと販売されている無人の水中作業用、レーバーである。 劇中ではその形式番号のみが明らかにされるものの、イングラムやクラブマンのようなペットネームが明らかになっていないため、本校では形式番号を唯一の正式名称として記した。資料によっては、無人作業、レイバー、NTT レイバーなどと表記されることも多い。淵山重工のノーチラス九千八百と同様に、母船からの優先操縦によって操作される、 タイプの無人機で完全に水中での使用を前提として設計されているため足に相当する部位はなく作動詞は1体の作業用マニピュレーターを装備するのみである。機体後部の推進用のものの他にボディ側面に姿勢制御用の可動式のスクリューを装備している。ヒシーの製品ではあるが動力部には OEM 供給されたシャフト車製の超電動モーターが使用されている。 劇中では n t t が購入し、海底ケーブルの保守、点検用に使用していた。また、シャフト車成長電動モーターの駆動音を利用し、廃棄物13号をおびき寄せるための餌としても使われていた。菱川東造船クレ工場製の水中作業用、レーバーである。劇場版1では、U 波なる名称が付けられていた。主に海上保安庁が使用しており、 HL クラスの巡視船に2機ずつ搭載され、船舶救難活動に従事している。作業よりは調査、測量に重点を置いた設計された機体で、機動性はあまり良くないが、居住性や安全性の面で優秀なためユーザーの人気は高く、シードックとシェアを二分している。他のレーバーと異なり、間接にユニバーサルジョイントを採用しているほか、 長時間の水中作業を可能とするために、エアタンクは内部の他に外部にも増設可能となっている。安全限界深度は50メートル。TB 版に登場した機体は、海上保安庁が廃棄処分にしたものを特化車両にカ製美飯が修理したもので、その際に登場部のライトが外部スピーカーに改造されていた。富山重工川崎工場製 母船からの指示を受けて動く、無人海中作業用、レーバー。長時間潜水航行が可能である。海上保安庁に2機導入されている。クジラにぶつけられた程度では壊れないと言われるほど、頑丈らしい。淵山重工横須賀工場製。一部資料では、シードック、イエローサブマリンと呼ばれる。脚部に、Z 水流ユニットがあるため高起動。 最大で30ノットで水中航行できる。母艦からのサプライケーブルを接続することにより、酸素、電源が供給され、市販の水中レーバー中もとも長い活動時間を誇る。しかし、優先遠隔操縦型で無人の脳チラスとは異なり、こちらは有人型となった。劇場版1及び TV 版に登場。SOV-9900SC ビューはこの、 C ドックの各部にいくつかの回収が加えられたものである。TB 版に海上保安庁に配備されたものなどが登場している。漫画版に登場。C 制。1999年度にヨーロッパで発表された当時の最新モデルで日本国内にはシャフトセキュリティサービスが保有する2機しか存在しない。劇中では輸入したばかりで試験運用も済んでいなかった。 この機体を、製法規格な中が釈用し、東京湾に沈むグリフォンの OS である、アスラの回収のため海底に潜るが、アスラの発するビーコン信号に引かれて付近に潜んでいた廃棄物13号に襲いかかられて、損傷、回収不能となり放棄されてしまう。その後、13号はこの機体から引き剥がしたカウルを自分の鎧として利用するようになる。後に、 劇場版3に登場した際、セイレーンとしてリファインされた。いずれもギリシャ神話に登場する海の怪物セイレーンを名の由来としている。英語ではサイレント発音、表記する。劇場版3に登場。C 星、セイレーンとも表記される。水中での作業効率を上げるため両腕部に多目的マニピュレーターブロックを採用しており、 背部に推進用のアクアジェットユニット2機、腹部脇に予備のバッテリーパックを装備している。東京湾上の備蓄基地内で使用されており、劇中では整備のため上半身のカールを外し、喧嘩された状態で登場。今のところ全身像は描かれていない。備蓄基地に現れた、廃棄物13号が逃走する際に衝突して、諸共に海中に没した。漫画版のサイレン同様。 13号はこの機体から、剥ぎ取った上半身のカウルを、自身の、鎧として利用する。劇場版3に登場。SE 製だが、どの国の使者で製造されたものかは不明。国内でも民間に流通しており、水辺での作業に用いられる。両肩に、水中行動用のポット型推進機を装備する。有人タイプで、コクピットには、耐水圧設計のウィンドウが用いられている。 劇中では、城南島海浜公園近くに座礁した姿で登場。出雲シリーズはどちらも重力下で働くことを想定していない。レーバー産業振興協会が進める、出雲計画によって誕生した実験機の第一号。漫画版に登場。宇宙まではスペースシャトルで打ち上げられる。2000年の元旦に行われた宇宙でのデモンストレーションに使用されたが、 地球との通信やマニピュレーターを動かす程度の機能しか持たない漫画版に登場宇宙空間での人間が作業できない場所用に開発された無人制御の実験機でイズム1号で得たノウハウをもとに開発されたイズム計画の2号機2001年3月からの本格的な計画指導を目標に開発が進められている小説版にオリジナルレイバーとして登場し その後、TV 版にも同デザインのまま設定を変えて登場した。小説版では、街のレーバー整備工場の親子がコツコツと作り上げた、ハンドメイドレーバー。搭載していた、サバイバルゲーム用 AI が暴走し、中に少女を乗せたまま、イングラムと対戦することになる。AI 操作とはいえ性能は高く、イングラムと互角に渡り合ったほど、 肩の突起部分はリモコンハンドとなっており、取り落としたサバイバルナイフを拾い上げるシーンもあった。業務のエアマシンガン用のタンクに被弾すると大爆発を起こす危険がある。TEB 版では元特社二課長、祖父江が後藤に復讐するために作り上げたレーバー。クラブマンや大将などのパーツが寄せ集められており、祖父江曰く4つのレーバーの長所を生かした究極のレーバー。 武装にはサブマシンガンを装備し、デザインもそれなりに良かったのだが、実際は見かけ倒しに過ぎず、後藤に近づくたびに身長が縮んでいき、後藤の目の前で10歩も歩けずに自戒してバラバラになってしまう。後藤は接近してくる、レイバー X を前にひるむことなく、堂々とした態度でレイバー X を見上げて、隊員の尊敬を集めるが、実は、坂木から事前に、 10歩も歩けずに壊れると教えられていた。スーパーファミコン版ゲームにてオリジナルレーバーの一機として登場したイングラムに告示したレーバー。その正体は大企業の社長の息子が正義の味方に憧れて作り上げたハンドメイドレーバーである。ゲーム上では赤いイングラムとしてイングラムとうり二つかのように認識、描写されるが元となったレーバーはヘラクレス21であり、 原型を止めない、レベルの回収が行われたものと推察される。レイバー犯罪に対し周囲の被害も顧みず、死刑を繰り返していたが、第二小隊との幾度目かの開口の末にイングラムと激突、敗北する。篠原重工性。レイバーは特に後方の視界の確保が容易ではないため、それを補完し、補佐役を務めるための車両で、レーバー同士の格闘に巻き込まれた時に、 潰されないように強固な構造の装甲車となっている。レーバーに指令を与えるための通信装置や、警備、制圧対象に指示するための外部拡声器支援用の投稿機などのほか、警視庁との情報通信設備が搭載され、現場と特殊二課などとの中継にも当たる。一通りの式通信機能は揃っているが、機動力は高くはなく、レーバーとともに起動しつつ、 指示を出すような行動は困難で、通常は停車した状態で指揮を行う。主に第一小隊で使用されたが、漫画版と旧 o v a 版では第二小隊でも使用されている。なお漫画版のラストで第二小隊はそれまで使用していた97式、レーバー指揮者から騎士転換し、98式特型指揮者を使用している。架空の車両だが、デザインは、 西ドイツの u r 四百十六装甲兵員輸送車及びこれをベースに製作された九百七十五年から八十年代にかけて東京消防庁他に配備されていた耐熱救難車を警察車両様にアレンジしたものになっている。四飛死自動車製九十七式レーバー式車同様レーバーの行動を補佐して指示を与えるための車両で式 バックアップ用の情報通信設備や電子機器、投稿機、外部拡声機、ウインチといった装備を有する。97式式車と異なり小回りのく小型バギータイプとなっており、このため、運転座席は狭いで、助手席には補助椅子程度の簡易装備しかなく、基本乗車定員は1名である。現場で必要とされる情報、式、軌道の全機能を1人の乗員のもとに、 集約させるという思想で制作されているため、指揮担当者に負担はかかるものの現場での柔軟な代用が可能となっている。劇場版1299式大型特殊運搬車と並んで特車二課の新装備として登場し、以後のシリーズでは当初から特車二課第2小隊の正式装備となっている。新 OVA 版の第15話、星から来た女には、 夢の中の架空のものであるが、クラット、日本支部に配備された多数のバリエーションが登場している。隊員の足としても使用される、戦闘式車、ミサイルを装備したクラット戦闘車、そして 50mm カノン砲を装備した、駆逐装甲車、ジョックットカンプ、バーゲン、ヘフスハウンドの3種である。本編中には画面を横切るだけで、ほとんど活躍しないが、特に、 両剣は98式式者のシルエットはそのままに、旧ドイツ軍の軽駆逐戦車ヘッザーを模したものとなっている。実写作品であるザ・ネクスト・ジェネレーション・パトレイバーでは、フェレット走行車が98式特型式者役として撮影に使用されている。4匹姿勢、通称レイバーキャリア。レイバー隊の迅速な展開とレイバー脚部への負担軽減。 バッテリーの消耗抑制のため、レーバーを現場まで運搬する大型トレーラーである。レーバーは仰向けの状態で積載され、現場到着後に2台部分を垂直にジャッキアップすることで、レーバーを直立させ、2台最後部の側板を足場として、レーバー自身が歩行して降車する。牽引車は4軸、トレーラーは3軸のセミトレーラー形式で、 元々は自衛隊の重量物運搬車だったものを払い下げられ、伸縮シャフト式のレーバー用固定具や機動用機器を追加して使用している。名称は警視調整式のものだが、同型のレーバーキャリアは自衛隊や民間でも使用されている姿が見られる。牽引者部分のデザインは自衛隊の装備している73式大型トラックの書、中期型をアレンジしたものになっていた。 ザ・ネクスト・ジェネレーション・パトレイバーでは、メルセデスベンツアクトロスのセミトレーラーを、激用車として改造した車両が使用されている。4比指重構成。99式特型牽引車と99式、多目的ハンガーを連結したもので、特型レイバーキャリアと、通称される。レイバーを積載して運搬し、現場に輸送するのみの98式レイバーキャリアと、 お隣各種の支援機材と整備点検用の可動式プラットフォームを設けた移動式ハンガーとして展開能力の向上を図ったものである。レーバーバックアップ用のコンピュータも搭載、仮眠用のベッドもあるなど移動する拠点的役割も担う。牽引車は3軸、ハンガーを搭載したトレーラーは2軸のセミトレーラー形式だがトラクターヘッドの車軸は前後に分かれていないために 単独での走行には適さず、実質的には、連接式の一体型車両となっている。トレーラー部には、左右側面、角2機、後面2機の収納式大型アウトリガーがあり、ハンガー全部左側にはクレーンを備える。大型大重量の車両だが、レーバーと同じオートバランサーシステムが備えられており、レーバーを乗せた状態でも安定した走行が可能となっている。 フロート13機と波切り板を装備することである程度の水上移動も可能で劇場版1においては車体両側面にフロートを取り付け不業によって運ぶ船へと向かった基本的にはレーバーを仰向きに収容して格納運搬するが緊急性危険性の高い事件であると判断された場合にはレーバーを荷台に座らせ現場到着後即座に対応できるようにして 発信することがある。また、その大きさを生かし交差点などを塞ぐことで、対象、レーバーの逃走阻止にも使用されている。漫画版にも登場しており、第1小隊が AVS-98 を導入した際同時に98式レーバーキャリアに代わり配備されている。最終話のラスト5ページにおいては、第2小隊にも新たに配備されていることが見て取れる。 新 OVA 版の第15話、星から来た女には夢落ちではあるが、クラット、日本支部の装備として99、指大型特殊運搬車を早期式にした上で、トレーラー部に連装メーサー砲等を装備した対空メーサー砲が登場しており、2両が円盤群及び怪獣の迎撃に使用された。本ン健康行政。出動の際に各小隊長が乗用し、 指揮を取るための小型パトロールカー。隊長者としての他に、各小体のレーバーの出動を伴わない公務にも用いられる。ホンダトゥデーを警察用に改装したもので、移動指揮所として使えるよう、交通課や地域課で使われているミニパトに比べ、通信機材を強化されている。ターボチャージャーを搭載しているためボンネット上にエアインテークがあり、ボンネット上には、 ボンネットスポイラーが装着されている。初期 OVA 版から TV アニメシリーズ新 OVA 版および漫画版に登場するものは実在のホンダトゥデイ MJW1 型をパトカーとして前述の設定に基づいてデザインしたものだが劇場版に及び劇場版3ではオリジナルの架空車両としてデザインが新たに藤島康介によって起こされている。こちらも 基本的には実在のホンダトゥデー MJW1 型に基づいたものになっており、それほど飛躍した未来的なデザインにはなっていない。実写作品のザ・ネクスト・ジェネレーション・パトレイバーでは、ホンダ通りではなく鈴木アルトの5代目を激用車として改造したものが使われている。陸上自衛隊の74式戦車を回収した架空の戦車。実写では74式戦車を回収した。 74、式戦車が存在するが、回収内容が違うため外見も大きく異なる。実写の詳細は74式戦車を参照。砲当前半部と、車体正面に爆発反応装甲を、車体側面にサイドスカートを装着。IR サイトを搭載するなど、射撃統制装置の感想も行われた。劇場版2に登場。 陸上自衛隊所有の架空の早期式不評戦闘車。車体の基本コンポーネンツを90式戦車から流用し、フロントエンジン化。89式装甲戦闘車より大型の重装甲車となっている。2001年に正式化された。3 5ト、mm、ル機関砲を搭載しているが、近接戦闘重視のため対戦車ミサイルは装備していない。劇場版にに登場。 陸上自衛隊所有の架空の偵察系海洋装甲車。87式偵察系会車の後継として99式式通信車をベースに開発された。8輪駆動でプロペラ推進の浮き行能力も持つ。砲塔には3 5ト、mm、ル機関砲を搭載し、砲塔上に対人警戒用レーダーを設置している。99式式通信車と同じく右側のみ。 側面ハッチがある。車体後部に6名乗車できる。劇場版2に登場。作中では小松の2式とも呼ばれている。陸上自衛隊所有の架空の式通信用走行車。82式式通信車と異なり、本格的な前線司令部機能を持つ8輪駆動の式統制車両。車体後部に大型の戦術ディスプレイやコンソールを搭載している。 劇場版2などに登場。劇場版3にはこの車両をベースとし、車体上部に折りたたみ式の投光機を装備した投稿者も登場している。陸上自衛隊所有の架空の自走式対空砲。名称のみの登場であり、詳細は不明。小説版、東京王に登場。警視庁の人員輸送用ヘリコプター。アエロスパシアル社製、通称、はやぶさ。 名称が異なったりするが、消防庁が使用するものなど、同型機が劇中に幾度も登場している。ただし、本機の白黒ベースのデザインは、現実の警察用ヘリとは異なるものである。劇場版1序盤の暴走レーバーと大滝との戦闘において空中から状況報告を行っている機体もこれと同型。劇場版2に登場する架空の警視庁ヘリコプター。 劇中では、大鳥と、もう一機の同型機が登場している。前日の、はやぶさとは異なり、現実の警察用ヘリ同様のデザインである。二重反転ローター機。騎士仮面にセンサーアンテナ、ローター部の上にマストサイト、機体中央仮面に複合センサーポッドを装備している。複合センサーポッドは、離着陸時に、機体の後ろ方向に回転し収納される。 尾翼には劇中だと SAQSSN の文字が入っているが、設定資料ではヘリの機種名のような SA965N になっている。劇中、大鳥のキャビンから、狙撃班が H&KPSG1 を使用して飛行船の ECM ポットを狙撃した。警視庁の飛行船。設定資料には機種名が書かれていないが、実在するスコヨーシップ600がモデルである。 旧 o v a 版第2話に登場し、ニューヨーク市長来日警備のため飛行していたが、貴重な判断で無理やり、イングラムを浮かせて、立体交差の上を通過させた。現実世界では、過去に、警視庁航空隊に、スコヨーシップ600、春風が配備されていた時期があり、それが元になっている。実際には配備開始より、旧 o v a 版のリリースの方が早いので、 配備前の情報をもとに登場させたことになる。なお、劇中の白黒パトカーのような配色や装飾は、本物とは異なり、その点が架空である。航空自衛隊航空輸送団所属の架空の輸送機。劇場版1のヘルダイバー投下シーンで登場するほか、TV 版の第20話の搭載シーン及び、第21話の三期投下シーンと第45話の投下シーンに登場する。 川崎シュゲル工業製の最新 A4 発 S トール輸送機で C-1 輸送機の後継機として1996年より配備されている R-99B の輸送空中投下を主な任務とし3機を搭載できる機体後部には射出状況を確認するオペレーター席が存在する。米軍陸上自衛隊が配備している。 架空の対戦車攻撃ヘリコプター。アニメシリーズに登場のものと小説版に登場のものでは、形式番号や開発経緯などの設定が異なる。テールローターを持たない、ノーター方式の大型ヘリコプターで、機種部のターレットには、R-64 のようなたずら式センサーが装備されている。固定兵装は、機体チューブに超重心 20mm4 重心。 カトリング砲もしくは 30mm チェーンガンを装備するほか、外見上の特徴である巨大なスタブウィングにハードポイントが計6箇所設けられており、対戦車ミサイルやロケット弾ポットを搭載することができる。また、スタブウィングとメインローターは折りたたみができ、移動用コンテナに格納することも可能。陸上自衛隊の架空の観測用ヘリコプターで O-6D の後継機種。 TV 版、劇場版1、劇場版2、漫画版に登場。マクダネル・ダグラス社製。ヘルハウンドと同じく、テールローターを持たない、ノーター機で、機体下部の可動式アームに複合センサーポッドを搭載しているのが特徴なほか、ローター上部にもマストマウンテッドサイドレーダーを有している。陸上自衛隊の架空のタンデムローター式用型輸送用ヘリコプター。 CH-47JA の発展型で劇場版2の治安出動シーンに登場するほか、劇場版3ではヘルハウンドと共に登場する。兵員や重量物の輸送などを目的として開発されたと見られている。各種電子装備のシステムアップのほか、エンジンは前後に機ずつ計4機を搭載し、航続距離の延長や積載量の増加が図られている。 機種には追加走行パネルの他対地レーダーやサーチライトが装備され、機体後部には赤外線ガードを兼ねた安定版が取り付けられている。劇場版2に登場する架空の陸上自衛隊の繁用ヘリコプター、同軸二重反転式ローターを有している。ドアガンとしてガトリングガンを搭載することでガンシップとしての運用が可能。 劇場版2に登場する架空の戦闘機。航空自衛隊の F-15J 用撃戦闘機を回収したもので、回 -15J の基本的なコンセプトを下敷きに、ステルス化などの要素がさらに盛り込まれている。カナード翼を持つサンサーフェス機で、主翼などはレーダーで、補足困難なステルス機能を有する形状となり、Z ノズルも3次元水力変更ノズル搭載。 空対空ミサイルは反没式兵装ステーションに回収されている。劇中では百里基地の第7航空団第204飛行隊に所属するウィザード03と小松基地の第6航空団第303飛行隊に所属するプリースト21が登場した。劇場版2に2名前だけ登場。航空自衛隊のス -1 支援戦闘機の後継機種で、 設定では1998年より全国に130機が配備されている。現実では、海 -16 ベースの海 -2 戦闘機に相当する。パトレーバーに製作中は、次期支援戦闘機として開発中で正式名称も不明だったため、この名称になった。劇中には、三沢基地の第3航空団第8飛行隊の所属機が登場。また、 旧 o v a 版第6話にも主翼に日の丸を描いたス -16 が登場している。これとは別にアメリカ空軍の F-16 戦闘機の改良型ス -16 改めナイトファルコンという架空の戦闘機が同作品に登場する。こちらはベクターノズルの採用とステルス性の向上を図った機体であり、劇場版にオリジナルのデザインである。 劇場版2に登場する架空の航空自衛隊の早期警戒機。エンジンはエストーリ用大型ターボファンエンジン総発。実際に航空自衛隊が配備している E-2C とは異なり、当初から陸上機として開発されている。篠原重工製のヘリコプター。篠原重工でも車輸機として用いられている。二重反転ローターを特徴とする。 劇場版1と劇場版2に登場。劇場版2に登場する架空の大型飛行船。設定資料では飛行船あるいは謎の飛行船と紹介されている。アメリカ製で可動式ダクテットファンを4機装備、自動操縦機能を有しており、無人で自律飛行が可能。劇中では、次の公然組織、 東安全保障がダミー会社を介して買収した東京都福佐市郊外の飛行船会社、新帝ト航空が3機を購入、運用していた。そのため民間機を装ったテロ機というのが実態である。船体は全体的に黄色く塗装され、側面には航空広告に偽装させる意味もあるのか黒文字で大きく、ウルティマレーシオと描かれている。 劇中ではたびたび登場していたが、告げが決起した場面では、船体下部に小ンザメ型の ECM ポッドを装備し、東京上空に対空周回飛行しながら、広域的に無線通信のジャミングを行っていた。また、船内にはガスボンベを搭載し、ECM ポッドが損傷すると自動的に降下し、ガスが放出されるようプログラムされていた。 飛行船の機関と ECM の解除を行うには、18号埋め立て地に、ある告げの野戦本部を制圧した後、飛行船に対して任意のコードを送信する必要があった。特殊二課整備班に配備されている高速小海艇。一体どうやって、このような装備の購入を本庁に認めさせたのか、不明という曰く付きの船。 整備班により法改造が施されており、日頃は隊員たちの食料とするべくハゼ釣りに出動している。水上警察、海上保安庁の管轄や漁業権までをも完璧に無視しているらしい。湾岸地域における隊員の会場の足としても頻繁に使用されている。この潮風は t v 版のシップネームであるが、劇場版にミニパトにも、 それぞれ同様の高速艇が登場するほか、劇場版1でもセリフ中で存在が確認できる。デザインは、その都度起こされているため、それぞれ外観は異なる。ミニパト版には、現実と、虚構なる、シップネームがついていた。小説版、東京王ではアーディーマイナス88による、特赦にカムネ襲撃の際に攻撃を受け沈没している。 劇場版3に登場する架空の海上自衛隊の護衛艦。レーバー搭載護衛艦という架空の艦種であり、水中用、レーバー、竜人を艦載している。劇中では、竜人の母艦的な運用がなされているが、その他の装備も通常の護衛艦と同等のものを持っている。艦隊はムラサメ型護衛艦同様、ステルス性を意識した構造になっている。 竜人の発信方法は、竜人を観光部から後方にスライドさせて発信させるというもの。また、ヘリコプターの運用能力も有しており、竜人発信機構の上部には、ヘリ格納庫とヘリポートが備えられている。竜人は、劇場版3に登場する架空の潜水艇、海上自衛隊に配備されている。総海活動、対潜水艦作戦などを行う。 実質的には、水中用レーバーで、コックピットは、複座式で操縦者と指揮官の二人乗り、ビブにシュラウド付きのポンプジェット推進機に機を備えるほか、機体各部に姿勢制御用スラスターを持ち、水中を高速移動することが可能である。ただし、高速移動する場合は内蔵の探知装置が使用、不可能となるため、母艦や指令センターからのサポートが必要となる。 機体下部左右にそれぞれ大型と精密の2機のマニピュレーターを装備している。頭部に相当する部位には陸上自衛隊のラーダーとほぼ同型と思われるセンサーパーツが使用されているのが特徴。出撃時にはこの頭部のフェイスカバーを閉じた状態で護衛艦に搭載されて現場まで移動する。撃中、武器使用許可をというセリフがあることから何らかの武装も装備されている模様である。 なお、形式番号は、サブマージドモービレビアシータイプ1マーク2の略である。ちなみに、オーディオ分野では、技術を趣味なく注いで製造された、性能比較基準機の意味で、リファレンス機という用語を用いている。新 OVA 第2話においてカヌキハナが読んでいる、新聞の見出しには、ピースメーカー敗北と表記されていた。ただし、OVA 版では、 日本国内の通常作業用レバーと基本操作は大差なく季節労働者が初登場でなかなかの操縦を披露している。偶然であるがヘルダイバー3基分20トン以上という積載力は現実に C-1 後継機として2000年より川崎重工にて開発中の XC-2 にほぼ等しい。ハット男子及び男数は不明。劇場版2では 警視庁攻撃前に、ガン AP06000 と表示されている。現実の陸上自衛隊の対戦車ヘリコプター R-1S の後継は、戦闘ヘリコプター R-64D と別のもう一機種である。実際は、R、R-56 は開発はされたものの採用されず、米軍では、ベル社のモデル209が暫定採用を経て、正式採用され、 R-64 アパッチおよび R-1W スーパーコブラが後継となっている。パトレーバー世界では R-56 が正式採用されて配備されているため R-64 よび R-1W は存在していないとされているが旧 o v a 版には自衛隊の装備として R-64 が登場するシーンがある。 実際の陸上自衛隊の観測ヘリコプターをマイナス 6D の光景は純国産機能 o マイナス1である。押し守る、映像機械論、メカフィリア ISBN44 億9922万7542、勇気まさみ、いずシリーズ、勇気まさみツイッター、ツイッター、2012年4月7日閲覧。機体名は、小説、機動警察パトレイバー東京王。 後編8ページより、ありがとうございます。